ダークソウル3では不死骸の続きからやっていきたいと思います。橋のたもとだったかな、このかがり火は。で、今のところの選択肢としてはこのまままっすぐ進むか、ちょっと左の方に行くかというところですね。まあ、とりあえず進んでみますか。かがってあるんで、最悪死んだとしてもなんとかなるんで。で、こいつすげえ厄介なんだよね。攻撃を行って振らせてって思ったけど、やばい、普通に死にそう。一応ね、ひるむね、一発でひるみを利用していきたいけど、これ多分出血ゲージだよね、溜まってんの。盾構えた方がいいかな。片手の突きだとなんかひるまない気がするんだよな。一回かかろう。回復して復活するけど、ちょっとこいつとの戦闘をうまくやっておきたい。盾構えて、はい、拾う。あ、ダメだ、やっぱり今のはなんかスーパーアーマー的な感じかな。あ、ダメだ、やっぱりひるまないわ。いや、死んだ、むしろ。なにこいつ、強えんだけど。復活、両手持ちでいこう。両手持ちの突きでひるませながら倒す。間合いが大事だね。これ後ろ向いてるときにさ、よし、ひるんで、ひるんで、よし、この繰り返しだな。まあ、クレームはそこそこ長いから先に当てられる。ノーダメ、オッケー。この先は盾を構えながら進んでいきましょう。こっから先だね。カラス、前方に敵へありか、アイテムもあり。おお、なんだなんだな、な、え、な、ちょっと待って、な、なに、え、な、何が起きた今、マジで。おお、ちょ、こ、怖いんだけど、で、アイテムいっぱいあるかな。これ多分、でも、罠だよね。ほら、罠だよ。ちょっと、やべえ。残り火手に入れたけど、かなりやばい。ちょっと待って、待って。何が起きてるかがまずわからない、そもそも。一回逃げよう。はい、退散。この外に行けば、大丈夫だよね。ガチで何が起きてるかわからん。あ、槍か。槍が降ってきてんね。これだ。迫撃砲みたいなのが右の方から来てるけど、どこ？ちょ、わかんねえ。見れねえんだけど。てか敵も食らってるから、ま、敵を排除するっていうのもありだけどさ、なるべく、うおお、自分と敵がいて、ディレイかけてきてんな。ゴミ靴。ちょっと一旦なんか安全地帯、この家の中は安全っぽいけど、敵がいる。赤目がいる中に。あれ赤目だよね、多分これ。赤いやつちょっと強いんだよね。 OK、 この中はさすがに大丈夫か、ぶっ壊れそうなんだけど。これ探索できねえよ、外怖すぎるんだけど。どっから来てんだ。行ってくら、行った。この家よく持つよな、こういう時。安心して回復の施しをする。まず槍をなんか砲撃って、ここも食らうのか。砲撃してくるやつをなんとかしないとダメだね。とりあえずこの家の中は安全だから、これはこっちかな、こっち行って、こっから見える。どっから来てんだ、マジで。あ、ここはもう終わり？あ、ここはもう大丈夫か。抜ければ。あそこの地帯か。あそこの地帯が危険なんだね。アイテムがかなりあるからね。回収したいんだけど。いや、結構あるね。奥もありそうだね、こっち側。いや、でも無理だ。どこだ、あの塔みたいなところから撃ってきてんのかな。で、そうするとこのまま行って、遠くね、このまま行って、いや、どうするよー、マジで。まあ、ちょっと先へ進もう。まず行けるところを確認して、
後で探索をしていく。扉まっすぐはなし。ここは二人組が有効だ。これさ、俺なんかちょっと動画で見たことあるけど、この先ってボスじゃなかったっけ？なんかそんな気がするから、ここを開けと。これ初等化かな。そうするとこの先仲間はないぞ。で、そうだね、こっち側が多分その弓だか槍だか分かんないけど、投げてきたやつの地点に行けそうだね。いや、分かんないけど、あいつがいるな。デブ魔女みたいなやつ。こいつ普通の敵なのか。これ魔法いって食らった。そんなに食らわないでもダメージは硬い。ただあれ、なんか出血してる。なんでだ。よし、あ、死なない。殺したと思ったのに。消えろ。あ、ワンちゃんもいるね。ちょっとワンちゃん排除しておくか。はい、で回復の施しを使おう。で、こっち、あれ、ここ来たよね。あれ、なんだ、地形が全然わかんねえ。え、来た来た来た。これなんかさ、地下のさ、下水みたいなところに行くよね。あれ、なんだなんだなんだ、マジで地形がわかんねえ。そうで、ここでアイテムを回収して、なんか発見されるかどうかみたいなことやって、発見されたんで、ここでアイテム取って、ここのアイテム取って、こいつに発見されました。あ、じゃあこの奥か。痛い。このさ、壺持ち強えんだよ普通に。しかも2体。あ、またまたまた、おーおー、投げてくんのかよ。でも壺後ろに発見された。あ、それでこうなんのか。すげえ厄介だって。これ両手持ちの穴じゃ。一回バックステイで突きで突きで突き、このパターン4回か。 OK、 両手持ち。こいつは両手持ちだな。で、こいつ壺を持ってるけど投げてくんのかな。怖い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 。投げてくる。取り出したところ、突き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 じゃなかった。スタミナがない。やばいやばいやばい。もう一回攻撃してくんの。何回攻撃してくんだよ。あぶね。てか出血の指輪つける。つけた方が良さそうだな。あ、もう一匹いるじゃねえかよ。めんどくせえな。体力はマックスにしておこう。ちょっと待って、両手持ちからの、待って、先手っしょ。痛い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 。ちょっと待って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 、危険すぎるだろ。強靭が強いんだけど。あ、やばい、泣きてきた泣きてきた泣きてきた。ひどすぎる。これはもう押し切れない。やばいやばいやばい。エストがなくなるんだけど。どうだ、あと一発。よーし、超きっちいんだけど。マジきちだな。じゃあここソウルで、こっちもちょっとなんかありそうだよね。縦構えとこ。ワンちゃん、しかも2匹か。やべやべ、もう回復の施しも使えないし、エストも使えないし、どうにもならん。怪物に注意しろ。言ってくれてた。あー、誘い使いか。ちょっとあんまりな、使い道がわからないからな。で、まずちょっと地形を把握しないとね。どっから来てどっから出てったのかが全然わかんねえ。一応こっちも行ける。さてて、下も行けるな。多分落ちたら死ぬけど。で、ここになんかいる。話しかける。火のない灰、名もなき不死、忠告。棺桶にでもこもってるがいい。亡者の地、なんか言ってるけど、廃墟界から先へ進むといい。そして無残に死ぬがいい。心折れるまで何度も。こいつなんかあれだね、あれに似てるよね。なんだっけ、
アノールロンドの前の千の古城にいたやつ、あいつも割と絶望してるからね。もう無理だよ女の。次もう変わらない。じゃあ先へ進もう。シリアルとかよくわかんねえし。こっちは開かない。ここもなんかいずれは通じそうだけど、開けましょう。ちょっと待って、すげえ進んでんだけどさ、これ大丈夫？でもこの上っぽいよね、あの弓打ってきてたやつ。あー、待て、リフト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 、行っちゃったよ。スイッチがどっかに あった。あ、スイッチなんだ、カタリナが、カタリナが来たんだけど、カタリナのこいつ誰？ジークなんだっけ、ジークリンデちゃんじゃない？マジで語りないな、ジークバルト。あ、ちょっと違うね。塔の上、なんか言ってたよ。誰かが分からないから話せばきっと分かる。上に行きたい、方法が見つからない。リフトは下に行くだけ。え、さっき上に行かなかったっけ。リフト乗ろう。下に行ったね。だからこれ多分あれだよね、上のリフトがあって、上のリフトに乗ればいいんだよ。下に来ちゃったけど、ちょ、周りを見る。でリフト上げられるでしょ。これ上げられない。左も見て何もないからの中、アイテムがあるけど、これてか前方に缶あり。なんかボルドーの小さい版みたいなやつだな。ちょっとアイテム回収し、絶対来るよ。残り火、犬か、犬、いや分かんねえ。ちょっと待って、霊気をまとっている。いって、フリーズ、なんかこれ分かんねえ。なんかゲージが溜まってる。ちょっと凍傷みたいな。死んだ。じゃあちょっとね、死んで戻されたんですけれども、1把握がもう全然できてなくて、でさっきここまっすぐ進んでいきました。でかがり火から来たのはここだよね。でこっち進んでいって、ここに出る道に通じてきてたよね。となると残るはこっち行ってないので、ちょっと探索をしていきます。こいつ殺す。ほら、ちょっとスタミナを軽くさせて撃つ、ちょっとスタミナを軽くさせて撃って、最後は押し切る。完璧で、まっすぐ行ったところのね、あの弓矢、巨大な弓矢かちょっと槍か分かんないけど、降ってくるところもう探索したいんだけど、そこは多分安全を確保してから行った方がいいと思う。だからまずはこっち、ちょっと失ったソウルはね回収できないかもしれないんだけど、探索をしていこう。一応盾構えられるように片手にしておく。この辺はない、特になし。上上がっていけばいいかな。敵へはなし。ちょっと前方、てか上にあのデブおばちゃんもいるし、下に傷ちもちもいるし、こっち行けそう。え、ちょっと待って、なんか発見されたっぽい。あ、これなんか向こうから行けんな。ここはしごが見える。てかあの傷ちもちに気づかれると厄介。ここか。あのさ、デブおばちゃんも結構厄介。てかめっちゃぐしょってなってんだけど、よし、うわ、攻撃してくるかよ、つえしかもやばい。そこでほら、うっ、お、待って、意味わからん。おー、超ギリギリだけど、なんとか倒した。これ S と使って S と2個使おう。これ S と2個使うっていうところがかなり厳しいよな。でこれ取って、あ、かけら、もう1段階マジで強化したい。
武器を。かけらを無限に手に入れる手段は今のところないよね。まだ売ってないから。こいつは、え、来る？なんかそのまま落下攻撃みたいなので倒せねえか。楽勝。さて、前方にも敵がいるね。こっちもなんかあるよ。いけない。こっちは特になしかな。隠し扉みたいなのがあったらもうちょっと探すの無理だよね。こっちも行けす、こっちも行けそうっていうか、こっちあれか。あ、ゲゲゲゲ、なんか出てきた。でも農村のやつだったら月一発だからまあなんとかなる。めっちゃ荒ぶってんだけど。はい、アイテム回収、作業帽子とか。こいつらの装備はいらないな。ウィップ、またいって、どっから来た。潜んでたんだな。まあ無知は使わないよね。一応ここで無知が手に入りますと。で、敵がいる。あいつ後ろ向いてんな。こっちやっぱ逆走してんのか俺。すげえ逆走してるっぽいね。いや、いまいちさ、その道が分かんないから。こっち行けるし。え、あ、なんだ、なんか誰かいたのかと思った。この先敵に注意しろ。先ってどっちのことを言ってるんだ。まあいや、まだ行ってないところが全然ありそうだから。ん、ここ来てないよね。ん、ちょっと待って、降りてきたか。で、おお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 、うまい。動くのか。これは注意した方がいいな。扉開けられる？こちら側は開かない。え、なんかわかんねえ。アイテムはなし。上に登って、あ、アイテムがある。ちょっと暗いね。これ取れる？このまま取れる？え、どうすんだよ。やっぱり下に落とすのか。これとかもなんかさ、いきなり、いい敵がいた。お、やった。炭松屋に、松屋に系はあって損はないからね。ちょっと下に落としたアイテムを回収しよう。ソウルか。この死体袋みたいなのもいつかなんか敵として降ってきそう。開けて、なんかもうこれマジで逆走してるよね多分。あれ、ここあれじゃん。あ、こっち側から来るってことね。あそこだよ、あのめっちゃ敵がいたところ、エストのかけらとかがあったところ。あ、なるほど、こっち側からも来れるよっていうことか。こっち側探索しよう。じゃあ、だからみんなあれか、後ろ向いてたのか。アイテム、よし、かけら、おいしい。そう、俺このこっち側から行ったんだよ。こっち側から、このね、正面にある方から行ったんだけど、今回はじゃあこっち側から行きましょうと。広いね、だいぶ。え、これは下。おお、びっくりした。これさっき来たところか。来て動き出した。こいつも多分動くんじゃないか。なんか見た目がケリアちったけど、そんな感じがする。なるほどなるほど。でこういう時に回復の施しでちょっと回復する。いや、残り火どうしようかな。そこそこ数はあると思うんだよね。でこう来るのか。そうか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 。でこう来て戦ってるね。でこう来て、でちょっと探索をする。こっち行けそう。あれ、マジで行けそう。え、行けんな。アイテムある。
かけらよし。あ、で、あそこがかがり火か。なるほど。でこうでしょ。でこっちも一応見ておこう。さっき見たっけ。あ、ここ行ける？音で降りて、うん、降りてどこへ来たんだ。橋のたもとのところか。あー、なるほどなるほど。こっち側行ける？ちなみに行けない。でこのまま落ちて、ちょっ怖いんだけど、でちょっとかがっておきましょう。なるほど、そういうことね。じゃあちょっともう一回こっち側だな。ここは駆け抜ける。もうちょっとアイテムとかすげえ怒っててほしいけど、一回処理して見て。あ、怖い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 。ってことはちょっと月で一発で倒して、もう一匹いんのかよ。いって、やべ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 。とにかく中へ退避したい。で赤目ちゃんも12で処理、テストで回復して、でここまで来れば安全なはず。どこだ。うわ、ああそこだ。あの、やっぱあの塔からなんかやってんね。もわってしてる。敵倒してくれてんだけど。ほら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 。やっぱなんか迫撃砲みたいな感じだ。これ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 。やっぱあそこからだ。あそこへ行こう。多分さっきの道だよね。で、ちょっと待って、これさ、さっきまっすぐ行ったけど、こっちって行ってないよね、多分。あれ行ったっけ？なんかどうなったんだっけ？首の予感、あ、なんか首の予感って前回見なかった。あれ？でもこいついたっけ？後ろ向いてるから多分逆走してんだよ。はい。つえ！壺持ってると強靭がめちゃくちゃ上がる。こいつ。壺投げてこねえかな。一撃離脱だな。ついて、ローリングで逃げる。あと一発。OK。あ、アイテム落とした。大なた。使わないけど。ちょっとまた回復の施しで微妙な体力を回復させる。でここは、あ、ここ来たよ。これ多分上にさ、壺投げ、そう、壺投げ衆がいるもん。壺投げ、あ、来たな、ここ。ちょっと待って、上とか行けないのかな。あの壺投げ3人組みたいなの倒してんだけど。ちょっと待って、画面が見えねえ。一回離れるか。あ、この火炎の樽はやばい。ちょっとなんか一回離れて、そう、ここ来たよ、ここ来た、ここ来た、そう、ここ来たんだよね。あそこ行けんじゃん。あれ、ここ行けるよね。行けそうじゃん。いって、行こう。敵倒す。ちょっと戻り、敵ほら、やべ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 。ちょっと安全なところで回復したい。アイテム回収、かけらよし。かけら何個、結構かけら手に入ったけど、まだ無理だと思うんだよね。で、でこっちか。ここは来てないっていうか、かがり火がある。やっぱり地形わかんねえや。どうなってる？かかっとこう。で、こっちに出ます。あっちは絶対行けません。あそこはどこなんだ？ちなみに。なんかあのナタ持ちがいるね。いや、広いよ、不死骸。ほんとに。全然把握できない。てかここから行けそうじゃん、あいつらのとこ。一匹ずつ処理していこう。
気づってね。ちょっとずつ。ちょ、2人に気づかれた。ほら。ちょっと待って。月が入らないんだけど。全部で3匹だよね。消えろ。よし。回収。火炎壺。もう1匹。無駄。で、こっち側は全く来てない。アイテム。ハンドアックスか。なるほどね。この中いる。話しかける。火のない灰だね。我が家よく、え、我が家。お、呪術師。あ、呪術師だからハンドアックスが起こってたんだ。まあ、呪術師といえばハンドアックスだからね。カゴのカラス？こちらカラスなの？火のない灰は器と聞く。どうだね、この老人から呪術を学ぶ気はないかね。ああ、学ぼう。まあ、使わないけど。君は賢い。大沼のコルニクス。よろしく頼む。ああ、これで多分、祭事場にワープするんだね。みんな。ここはこんな感じか。まあ、一応、かがり火があった。で、コルニクスも。解放したんで、まあ、収穫はあったね。で、こっち。これ落下でいけんな。ほら。で、もう2回。よし、押し切った。で、こっちでしょ。あ、それでここに出てくるんだ。なるほど、なるほど。一人で地形を理解してきた。で、ここ飛び降りたんだよ。そう、ここ飛び降りて、で、こっちへ逃げ込んだんだよ。あのアイテム取って、で、あっちへ出てきた。そういうことか。で、ここはめんどくせえんだよな。どうしよう、駆け抜けるか。ちょっと縦構えながら駆け抜ける。これはローリング。きたローリングできなかった。やばいやばいやばい。あべ！でも、意外に、あれが近かった気がする。かがり火が。あ、ちょっと怒ってた。なんか、かすっただけでもさ、下がなんかあったな、今。下行けそうだな。多分死ぬけど。ちょっと今はこっち。あ、結構早く行けんじゃん、ここに。で、ソウル回収しよっかな。どうしよっかな。で、今、エレベーターがどうなってるか。これ、押すとどうなる？ガッチャ。上に行った。よし、これで上に行ける。なんなんだ。そや、ジークマイヤーさんじゃなくてジークバルドさんはどこ行ったんだ。で、これ上に出てきました。回復しとこう。で、上に出てきいたな、巨人か。こいつか、こいつだ。こいつがやってたのか。ちょっと両手持ちにして先手必勝でぶっ倒そう。縦切りでそのまま2段。これ1、ちょっと待ってね、近づきすぎると敵対される恐れがあるから、これで一気に倒す。1、2、3。うわ、ただ巨人との戦いはダクソワンと変わらなければ大丈夫。ちょっと待って、強い。倒した。おお、倒したね。よし、鷹の指輪。あ、結構いいの手に入れた。あ、これか。これを、まあ、弓矢かな。あ、弓矢だね。竜狩りの大矢じゃないけど、なんか竜狩りの大矢的なやつで狙い撃ちしてたのか、こっち側。あー、なるほどね。こえ、なるほどね。ってか、どっち側わかんねえ。多分こっちからやってたから、多分あっち側だな。でも、これで多分安全に、あそこのアイテムが回収できそうなので、まあ、鷹の指輪も手に入れたし、ちょっと弓は装備できないけど、出血近みと、鷹の指輪で 67.5% だから、まだいける。一応念のため、青い累積もつけておく。もう死にそうな時にさ、防御力上がっても、大して意味ないからね。まあ一応これで、脅威は、
取り除きましたということで、こっち側にアイテムはあるね。ソウルで下行って回収して機関で戻ってレベル上げしよっか。多分5000くらい。ちょっと待って、なんかあ、いけそう、あそこいけそう今のとこで、これは多分上に行くリフトだから、このままこうやってこれで、え、来てる。ちょっとマジかよ、こいつどこまで来んだよ。ほら、あれ、さって、あ、ちょっと待って、よし、厄介なやつだ。でソウルだけ回収してちょっと機関で帰ろう、怖いから。あいつ倒したいは倒したいんだけどね。どこでソウル失ったっけ。ここら辺だよね。あ、あるあるある。ここならまだ気づかれない。5000もなかった。5000くらいあるかなと思ったら3000くらいか。でも8000ソウルくらいになってるから、ちょっとこれ機関のコッペン使おう。で祭事場に帰ります。でレベルアップして、まだもうちょっと体力必要だよね。っていうか1個外す騎士の装備、やっぱ騎士装備が結構重い。体力とかもね振っていきたいんだよね、そろそろ。体力20だから騎士が1個重いんだよね。これ重量重いやつ 5.1、10.6、3.5。てか、いや頭か、頭外すぞ。頭を何にすればいいの。作業帽子とかマジいらねえから。ロスリックのやつも強いね、結構強靭度が高い。頭外すじゃん、頭を外しちゃおう、思い切って。頭外してロング帽装備して、他はちょっと微妙だよね。だってカット率が低すぎる、全般的にやっぱりカット率が低い、ここら辺は。で指輪も、あれ、近見高、どういうこと。あ、ここにってことか。だからこうか。これでだって 68.5 だから、ちょっとこれでいくか。別になんかめちゃくちゃ猛者っていう感じではないな。レベルアップに使おう。で生命時給、生命時給振って終わりだな。生命力も20にしたいな。時給15、生命20。まずはこれを目指すか。じゃあで、あとはアンドレイさんに話しかけて武器強化ができるかどうか。炎の論争じゃなくてクレイムは。アイテム足りません。アイテムどこ。ああ、あと2つか。あと2つゲットしないといけないのか。よし、まあ、とりあえずでもこれで先のところがいけると思うんで、じゃあちょっと転送で、ここが地下室、ボロ橋のたもとにワープして、あの墓場みたいなところのね、ちょっとアイテム回収を次回やっていきたいと思います。ここでまたいいアイテムがあればまた戦力は上がるんで、くさび石のかけら落っこってねえかな。プラ3にしたい、とりあえずクレイモア。そうすればまた火力が上がると思うんで、というわけで、次回はそちらの方へ行きたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。